人間に作られたまがいものとはいえ上出来だ。デモンベインは我がデウスマキナとして使ってやろう。光栄に思うがよい。勝手に決めているの？デモンベインはおじい様の形見、それをあなたみたいな魔女に渡してなるものですか？おお、だったらあれをどうするつもりだ？いつまでもここに飾っておくのか？バカバカしい。デモンベインは戦うために生まれし存在。なればキャッツも最強の魔導書と共に戦いたいと願うだろう。わかるか？デモンベインは慣れの大きなおもちゃではないぞ。あんな乱暴な使い方をしておいて何を言いますか。そんなのでデモンベインを破壊されたら元も子もありません。戦い方がまずいのはマルワのせいではなく実者たるクロウのせいだな。ここで俺に振るかよ。わけで一応魔導書の方は見つけたのですが。認めると思って。こんな下品な魔導書ではなく、もっとまともな魔導書を見つけてくださいまし。クロウ、小娘のわがままに付き合う必要はない。あれはわらわと、そしてナレのものだ。どっちがわがままですか。なれは魔導書さえあればあれが起動すると思っていたようだが浅はかだったな。あれは魔導書とそれを操る術者、魔術師でなくては動かすことはできぬ。さてさて、ならばその魔術師をどこから探してくるつもりだ。あなたが気にすることではありません。とにかく大十字さん。はい。事と次第によっては勝手にデモンベインを動かした責任を追及することになります。それが嫌なら速やかに魔導書を見つけてくださいましね。全体なんでお前がついてきているのかな。おゆ、なれはわらわの主人であろう。ならば一緒にいるのが当然ではないか。だから認めてねって言ってるじゃねえか、さっきから。契約したではないかと言っておる。このまま泣き寝入りすると思うなよ。っていうか逃げる。自由に向かってあの青虎の下へ。で、どうした？
あたかもテンプルに必殺の一撃をもらったボクサーのごとく崩れ落ちおって。どうしてここがわかった？なんというか魔力の気配というか匂いというか。喉が渇いたな。茶は出ないのか？そんなブルジョワな贅沢品がここにあると思うな。まあとにかくわらわから逃れられると思うな。わらわとなればもはや一蓮托生。なれがいくら否定しようとも戦いの方が慣れを見逃しはせんよ。なんだよ、そもそもその戦いってのは。そういえばあの時もブラックロッチと戦う理由があるって言っていたよな、お前。そうだな。慣れにはまずそれから説明せねばなれない。わらわには敵がいる。今正しくはこの世界全体にとっての敵だ。いきなり随分と大きく出たな。そもそもなぜアブドゥル・アルハザードがわらわを書き記したのか、すべてはそこにある。わらわは外なる世界からこの世界を侵略せんとする邪神たちの存在を人類に継承するために生を受けたのだ。バカバカしい。と言い切れるのか、大十字九郎。なれも魔術を多少なりとも学んだのならば知っているはず。魔術とは下道の知識、異界の神々から力を得るための知識。奴らは今こそ沈黙しているが、世界の闇から忍び寄り人の邪念につけ込み邪悪な力を与え、徐々に世界を蝕まんとしている。いつの世も下道の知識の誘惑に負ける人間はおるだろう。例えば。なるほど、ブラックロッチだな。さよう。そしてそのような邪悪な魔術師の中でも特に危険な存在。そう、邪神を蘇らせるほどの力を持った魔術師が現れることがある。それを察知し打ち滅ぼすのがわらわの役目。わらわは我が主と認めた人間に力を与え、我が主はデウスマキナを狩り、邪神の下僕どもを狩る。デウスマキナか。お前あの波動財閥のロボットを自分のデウスマキナにするとかなんとか言っていたけど。わらわ、本来のデウスマキナアイオーンは敵との戦闘で破壊されてしまった。もともと実者、操縦者がいない状態で無理に動かしていたからな。勝てる見込みなどなかった。アイオーンを失った今、敵と戦うには新しいデウスマキナが必要であった。デモンベイン、あの機体は我がデウスマキナとなるにふさわしい。ちょっと待った。破壊されたって話を聞いてると、そのアイオーンってのもデモンベイン並みのロボットらしいんだが。正当なデウスマキナである以上、総合的な能力、特に安定性にかけてはアイオンの方が上だな。デモンベインは残念ながらデウスマキナのまがいものに過ぎる。バランスの悪い作りになっておる。どんな化け物ザ化け物だよ、その敵っつーのは。敵もまた
デウスマキナを狩る魔術師だ。そんなとんでもない奴と戦えってのか？お前は。必ずや倒さねばならない敵だからな。無茶を言うなよ。俺はただの探偵だぜ、凡人だぜ、一般大衆だぜ。そんな戦闘力がインフレ起こしてるような頂上対決は俺の預かり知らない場所でやってくれ。そして帰ってくるな、俺を巻き込むな。そうは言うが、先ほどの戦い初めてにしてはなかなかだったぞ。そう、なれは戦うために生まれてきたに違いない。きっとそうだ。決定。人の主張に耳を傾けようという卑小な心がけはお前にはないのか。だが今のままのわらわとなれでは敵には勝てん。そうか、ないんだな。はっきりきっぱりないんだな。敵に敗れこの町に落ちたわらわは、その際にわらわを構成するページの何割かを失ってしまった。そのページを取り戻さなければ、わらわもなれも、そしてもちろんデモンベインも本来の力を発揮することはできぬ。ああそうですか、それは難儀なことで。でも俺には関係ねえや。だからナレにはまずこの町に散らばったであろうわらわの断片を集めてもらわねばならん。早速明日から動くぞ。よいな。よくねえよ。つうか一人でやれ。今宵はもう休むこととしよう。寝床を借りるぞ。寝室はどこだ？いや、俺はいつもソファーに寝っ転がってるし。って何勝手に居座ろうとして嫌がりますか、貴様は。このソファーか、寝心地は悪そうだが、まあ仕方あるまい。ではお休みだ、クロー。だから勝手に人の寝床を占拠してるんじゃねえよ。毛布もそれ一枚切りだし。おい、ほら、どけって。あ、そうそう、いくらわらわが愛くるしいからといって血迷って襲ってきたシナス。襲うか、つうかどけ、出て行け、こんの。スバル、あるアジフを取り逃がしただけでは飽き足らず、敵を前に大目大目と逃げ帰ったというわけか、ドクター。それはあのロボットに不意をつかれたからであって。おお、それはそれは。ドクターご自慢の破壊ロボは、素性も知れないロボットに手も足も出なかった、そうおっしゃりたいんですが。貴様、言わせておけば。
やめろ、二人とも。ウエスト、要は気候を咎めるつもりはない。そのロボットはおそらく気候の破壊ロボとは違う理論に基づき製造された存在。勝手が違うのであろう。遅れを取るのも仕方あるまい。グランドマスター、お言葉ではありますが、今回の敗北は油断していたからであって、今度戦えば我が輩の破壊ロボが負けることなど万に一つも。ウエスト、もうよい、下がる。ぎょい。さてサンダルフォン、気候はどう見る？機械や魔術のことなど何一つわからんが、あの破壊力、デウス・マキナとしか思えなかった。おそらくあのロボットが波動財閥が秘密裏に進めていたという計画の産物かと。その通り、あれが波動が作ったデモンベイ、人の作りしデウスマキナさ。何？よい、アウグストス、古い知人だ。久しいな。うん、今はナイアでいいよ、そう名乗っている。ひねりのない名前だ。どうもセンスが悪くってね。して、今日は何用か。デモンベインの操縦者、アルアジフのマスターについての情報を提供しようと思ってね。ん？ん？ということは、今回もやはり気候のお膳立てか。
ほら、これこいつが今回のやつのデータさ。私立探偵、ミスカトニックの魔術師ではないのか。どうだい、面白そうだろう。実際のところどうなった今回。そりゃ今までに比べれば魔術師としての実力は落ちるやね。だけどね、大道士殿、そんなものは運命というドラマの主役になる素質とは全く関係のないことだとは思わないかい。今回は随分と向こう側に入れ込んでいるではないか。なるほど。アウグストス、留守を頼む。はあ？おやおや、大道士殿御自らご出陣かい。今回は初めてだからな。挨拶をせねばなるまい。それに、よとて遊びに興じたくなる時もある。おい、なんだ？つきまとうなよ。魔導書は魔術師から離れるわけにはいかぬ。どんなに粘っても俺は絶対お前の主人になんかならねえからな。わらわも絶対諦めんぞ。わらわはティンダラスの猟犬よりもしつこいからな。え、何？いや、別にいいや。そんなことどうでも。確かこの辺にあったはずなんだけどな。何を探しておる？お前には関係ない。釣れないな。あの店ならいろいろとわかると思ったのに。なんだ、もしかしてまだ魔導書探しを続けておるのか。いつまであの小娘のわがままに付き合うつもりなんだか。俺の仕事なんだよ、それが。無意味な真似はよせ、クロウ。お前がいたずらに時間を費やしてる間にも事態は刻一刻と進行しておるのだぞ。知るか、俺は今日食う飯に精一杯な人間なんだよ。お前こそ俺になんかこだわってないで、もっとこう使命感と人類愛に満ちた正義のヒーローでも見つけろよ。
それがお互いのためだろ。そうそう、そんな都合良いのが見つかるか。魔術の才があり、未だ本持ちではなく、かつ邪悪に染まっていない人間、慣れくらいなものだな。俺が邪悪に染まっていない根拠がどこにある。もう俺の頭の中はドロドロのグログロですよ。幼稚園のバスをジャックして採石場で大暴れという悪魔計画が現在進行中。脳内で悪魔計画はどうでもよいが、ともかく慣れは慣れが考えている以上に強い人間のように見えるがな。意外に慣れのような凡人こそ正しく魔術を扱うことができるのやもしれん。何を根拠に言っているんだお前は。とにかく俺は自分の仕事をこなすので精一杯だからな。他当たれ他。だから諦めんと言っておる。もう好きにしろ。そっちこそ時間の無駄だって分からせてやる。やや、これは廃墟者デュッコ司令官の書いた悪魔の経典。おお、これぞかの CRC が授けられた秘境の書に相違あるまい。これはこれはお客様もお目が高い。いやいや、こいつは売るわけにはいきませんよ。ただ旦那がどうしてもというのなら、これだけの額を出せるというのなら考えなくも、これでもお安いくらいでしょう。いや、わかりました。特別にこの値段で。変わらず人の世界は興味深い。ほんの少し目を離しただけでようもここまで様変わりする。